年高く考える第25回ということで、前回の動画がちょっと長くなってしまったので、2回に分けてということで、今回は後半になりますね。まあ、ファンドラップの入門という話を中心に話を、前回はしてきたんですが、まあ、そこも踏まえて、じゃあファンドラップどうなんだろうって考えて、まあ、この辺が問題なんだよねっていうところ、まあ、一番大きいところはやっぱりコストのところだと思うので、で、今、かなりハンドラップに力を入れている中でも、そこのコストはどうなのかっていうところも、ちょっと金融庁の、ね、当局の方は、ちょっと睨みを引かせているようなところのようなので、じゃあそこのところ、まあ、どう考えていくべきなのか。で、まあ、ひいては、金融商品全般的に、コストというものをどう考えていくか。で、まあ、コストがね、とにかく安いものを選ぶべきなのか、もしくは、ね、投資信託で言えば、まあ、もっとアクティブなものを、まあ、コストが多少高いとはいえ、アクティブなものを選ぶべきなのかというところも踏まえてですね、後半の方、見ていただければなと思います。それでは。で、まあ、ファンドラップ何がいまいちかっていう話、まあ、コストが高いっていうね、まあ、一番の理由があるんですけど、またそのコストが高い論がすごくこう、今、ね、高まってきちゃって嫌なんですけど、これはもう、あれですよ、あの、山崎はじめが悪いんですけど、日本の金融商品では買うべきものはもう ほとんどないと。いうようなことを言うんですけどね。じゃあもうお前は金融の世界からもう身を引けと言いたくなるわけですよ。まあ大体の投資信託が買うべき、ものではないと。じゃあ何買うんだっつったら ETF か国債だっていうね、個人向け国債か、ETF だと。まあでも、そうは言う一方で、まあ ETF がまあいいっていうのもわかるし、こっち向け国債とかの良さもわかるんですけど、ETF に関してはちょっとやっぱり、初級者の人には難しいかなと思う部分もあって、株をね、そのまあ、パッパパッパ取引できる人はいいんですけど、株のルールってめんどくさいなって個人的には思ってて、なんか成り行きだの、差し値だの、ストップ高だの、ストップ安だの、めんどくさいじゃないですか。で、さらにですよ、ETF になったら、なんか先物とのこの価格がなんとかとかっていう話になったりとか、わかりにくいでしょ。じゃあどうして ETF は本当に指数に連動するのっていうことを買ってる人がみんな知ってるかって言ったら絶対そんなわけないと思うんで、まあ難しいなと思ってるんですよ。なのであんまり実は初心者の人には株より投資信託の方がわかりやすいのかなって思ってます。だって投資信託は1日に1つの値段しかないじゃないですか。結構簡単かなと思ってますけど。ただ、まあ、まあ、そんなことがありつつも、コストが高いっていうのはなかなか、こうね、超えるっていうか、ここに戦う意見っていうのはなかなか出しづらくて。確かにコストが高いんですよ。で、まあ、買い付け手数料はまだまあ、まあ、しょうがないとしても、年間1% 後半とかの信託報酬取ってたら、なかなかね、それ以上のパフォーマンス出すっていうのは結構難しいかなと思ってます。年率 3% とかを目標としてるとしたら、5% 上がらないといけないわけですからね。結構厳しいですよね。そう考えるとね。で、まあ、そんな中で、まあ、ファンドラップは特にコストが高いっていうのは、で、まあ、ちょっと前のエコノミストにも、その金融庁長官のインタビューで、
ハンドラップの手数料は、まあちょっと高いとは、まあ高すぎるとは言わないが、それに見合ったサービスをちゃんとできているのかっていうようなね、話がありました。おっしゃる通りと思いますね。で、もう一つ、アンケートがその人の運用スタイルに結びつくかどうかっていうのが疑問だとは、個人的に思ってて、例えば、こういう質問があるわけですよ。20%、まあ、どれぐらいのリスクを取りますかっていうような質問があって、5% 下がったら売りたい。10% 下がったら売りたい。15% 下がったら売りたい。っていう質問があって、これに対する答えが出てる人は、もうファンドラップなんかやる必要ないと思うんですよね。それはそれこそなんかバランス型の投信でもいいし、ETF でもなんでもいいですけど、それやって 5% 下がった時に売りゃいいんですよ。なんか質問の内容がもう、なんて言うんですかね。それもう、そりゃそんな質問してりゃ運用スタイルが分かりやすく決まんだろうっていうようなアンケートなんで、あと何ですか、比較的長期で運用したい、中期で運用したいみたいな、ね、そんなアンケートなんで、なんかそれで運用スタイルは本当に決めちゃっていいのかって、それは、本当のことを言えば、そうじゃなくて、その人の、ね、ライフスタイルを考えた上で、じゃあこの資金はどれぐらいの、運用をすべきで、で、どれぐらいのリスクを取っていいかっていうところも、含めて考えてあげなきゃいけないところだと思うんですね。もしその質問をするんであれば。っていうところからのコンサルティングが今度は必要なんじゃないかなっていうところが、ファンドラップの次の課題だと思ってます。はい、その後のコンサルですね。その背景からのコンサルですか？あともう一つ、金融機関は絶対に解約のタイミングのコンサルティングをしないと。そろそろ資金必要ですよねっていう、例えば、ことだったりとか、そろそろ70歳ですから解約に向けていきましょうとかね、75歳ですから、そろそろ資金を絞っていきましょうかっていうことは絶対金融機関は言わないと思うんですね。で、ファンドラップっていうのは、金融機関側からすると結構最終商品なんですよ。何かっていうと、例えば、その、投資の、こう、始まり、例えば、まあ、ある人が証券会社と付き合い始めました。株を始めました。まあ、債券でもいいんですけど、まあね、個人向け国債。まあちょっと最近はあれかもしれないですけど、ちょっと棒が一本多かったですね。からスタートしました。営業員に次の商品勧められました。この商品を売って投資にしました。とかね。あと何でしょうね。まあこの次のパターン、まあ投信か外債かでしょうね。大体ね。でまあこれをまあ一応逆戻りするパターンもあるとは思うんですが、まあ基本的にはこう右向きに向かっていくんですよ。まあ債券っていうのもこれ。まあ大体国内債ですね。円債。で、これを、こうぐる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 っとこの辺を、こねくり回してるうちに最終的に、ファンドラップか、保険か、あとは、
ですよね。超氷周りの開催とかですかね。でもまあそれもロールがあるからどうなのかな。まあこれちょっと一応括弧ぐらいにしておりますけど、まあ大体ファンドラップか保険に行き着くんですよ。っていうのはファンドラップと保険はやっぱりそのライフスタイルに本当に組み入れた上で、なんでしょうね、考えやすい。というかまあ、本当に、こう、ライフプランニングの一環として使いやすい商品ではあるんですよ。まあコストを置いとけばね。どっちもコスト高いんで、保険なんか今特に、今ね、保険の手数料が、まあ、表だって書いてないですし、そこはもうはっきり見えるようにしろっていうふうにかなり金融庁からの圧力強いですけど、まあコストの話は置いといて、まあ、その、ライフプランとして考えた上で使いやすい商品なんですよね。で、逆に言うと、ファンドラップから他の商品にとか、保険から他の商品っていうのは基本的にないわけですよ。まあ保険が例えば満期のあるものとかだったらまた話は別ですけど、証券会社で売るようなの結構そのね、亡くなった時にお金が下りるタイプとかが多いですから。で、ファンドラップもまあ、ファンドラップを売って他の商品にしましょうっていうのも説明つかないですからね。ファンドラップでだって分散投資できてるはずなのに、なんで他の商品にするんだっていう話になっちゃいますから。っていうことなんで、ファンドラップ、は特にまあ解約をしにくい商品であるということが一つあるわけなんですよ。で、そうすると、まあちょっと余談だっちゃ余談だったんですけど、今の話は。で、まあそれに加えて、金融商品はまあ解約しましょうなんていうのはなかなか言わないですから、まあ本当に、ハンドラップやめるべきタイミングでやめられないとかっていうことはあるかなと思います、ね。お金が必要なタイミングでなかなかやめにくい部分もあるのかなと思っております。で、じゃあ、なんですか、まあ、ライフプラン的に、ライフステージに合わせてその解約をしていくっていう意味で、まあ、定額解約なんかもあったりしますけど、これ毎月分配をね、そのさっきのその山崎はじめもそうなんですけど、定額、毎月分配を批判するときによく出てくる話なんで、まあ山崎はじめさんは、まあそこを定額解約の話まで言及しないですけど、まあ、山崎はじめ信者が、よく使う話なんですけど、これちょっとまた別の話、毎月分配の話になっちゃいますけど、毎月分配っていうのは、まあ個人的にはそんなにまあ、私個人も面白い商品だと思ってないんで、そんなに好きじゃないんですけど、ただ、やっぱり使いようはあると思っていて、例えばなんかね、働いてるうちに、毎月分配を、本当に毎月分配してもらっちゃうことにあんまり確かに意味はないと思ってるんですけど、まあ、積み立てで買うなりなんなりしてね、こうやって増やしていくわけですよ。まあ、再投資にしてね、特に。まあ、積み立てじゃなくてもいいですけど、まあ、再投資にして増やしていくわけですよ。で、再投資にしてれば、基本的には複利効果もあるし、長年運用してりゃ増えるじゃないですか。で、まして積み立てにしてりゃ、まあ、こう増えていくわけじゃないですか。で、まあ、例えば60とか65で定年になって、収入が年金だけになった時の補完として毎月分配ってのは有効なんだよっていう話だったじゃないですか、最初ね。だそのようにその通り使うわけですよ。だから65になった時に、再雇用も終わって引退だと、でじゃあここからすり減らしていこうっていうことに対して毎月分配は有効に使うんだよっていうことですよね。あとはもう元本減らしてるのを理解しつつ減らしていこうっていうことですよ。もしそのね、特別分配金になっちゃってたとしても。で、まあ、それね、そういった毎月分配に対して、まあ、奴らは相変わらずコストが高いというわけですよね。
で、そうじゃなくて、まあ、毎月分配、普通に売ってる毎月分配コストが高いから、普通の、インデックスの信託報酬が安いファンドを買えばいいじゃないかと。で、そういうのはあんまり毎月分配確かないということなんですよね。毎月分配にするっていうのは、まあ、それなりに、例えば毎月ちゃんと分配金を出すようにキャッシュを置いとかなきゃいけないっていうことも考えなきゃいけないから、やっぱりそれなりに運用は難しかったりするはずなんですよ。で、まあ、毎月分配批判論者たちは、まあ、このコストが高いということで批判をして、で、大体、まあ、そういうネット見ると、どっかのじゃないよ、まあ、多分以前、あれかな、分配金の動画のところで話したかと思うんですけど、まあ、定額解約をすればいいんだよっていうね、話、押されるわけですよ。で、まあ、定額解約が毎月定額で解約すればいいじゃない、毎月分配じゃなくてっていうことで、で SBI 証券へと、 SBI 証券、今アクセラとかのがえらいことになってるのにね、どうなってるのって話ですよね。アクセラね、あれでだいぶやられた人もいるでしょ。で SBI 証券がおすすめって言って SBI 証券への、広告が貼ってあるわけですよね。でこれを読んで SBI 証券で口座を開いた人が、このホームページを作った人に、まあ、広告料が入ってくるわけですよねっていうね、まあ、裏もありつつですよ。裏もありつつ、まあ、それはそれとして、定額解約っていうのは最悪だっていう話をちょっとしたかもしれないですけど、もう一回します。ドルコスト平均法というものがあります。ちょっと動画長くなっちゃってすいませんけど、ここは絶対伝えたいところなので、ドルコスト平均法というものがあります。株にしましょう。毎月100万円、ちょっと額大きいですけど、まあいいんですよ。100万、全然1万とかでもいいんですけど、毎月5000とかでもいいんですけど、100万円株を買います。A 株の株価が1000円だったので、今月は1000株買いました。1000円だったんですね。で、この次の翌月また100万円で買おうと思ったんですけど、今度は2000円になってました。じゃあ500株だったかな。で、100枚ですね。で、500株しか買えません。その次の月にまた買おうと思ったんですが、今度は500円になってました。じゃあ2000株買えますね。っていうのが、まあ、ドルコスト平均法なんです。毎月同じ一定額を、ね、投資するというふうに決めて、で、まあ、同じ銘柄を買っていくわけですね。で、そうすると、株価が高い時にはそんなに買わなくて済む。で、逆に株価が安い時にたくさん買えるので、非常に、効率のいい投資ができるということで、最善の方法ではないですけれども、かなりいい投資方法だと言われている方法です。で、定額解約というのはドルコスト平均法の逆をやってしまうことになるわけですね。つまり、金額の高い時に、本当はいっぱい売りたいじゃないですか。高い時にいっぱい売りたいのに、毎月、じゃあ100万円解約をしていきましょうと。毎月100万円必要だから、まあいい暮らしですね。1000円の時は、1000株売却ですね。2000円の時は、たくさん売りたいですよね、本当はね。500株しか売らないですね。500円の時は株価低いんであんまり売りたくないですよね。2000株も売っちゃうんですよね。売りすぎですよね。っていう、まあ最悪の、解約方法になってしまうので、定額解約は最悪です。一番良くないやり方なので。まあ本当に一番良くないのは安い時にいっぱい売っちゃうっていうことなんで、なんですけど、まあかなり良くないやり方なわけですよね。で、っていうことがあるんで、まあ定額解約は、やめてくださいっていう話です。
で、ファンドラップの中にも定額解約のサービスをしているところもあるんですが、それはできればやめてください。まあ仕方ないということもあるんだと思うんですけどね。まあっていうことがあって、まあそのコストに、の話を、まあこれだけちょっとたくさんしたかったのが、やっぱり、そんなこと言ってたら、本当にやっぱり、いつまで経っても貯蓄から投資への流れが進まないんで、それはその、例えば ETF 買えとか、そのインデックスファンドの信託報酬安いやつ、そのタワラのノーロードのなんたらとか、なんでもいいですけど、印刷買って買えっつって、ね、っていう話が、あと個人向け国債はまだマシだみたいなと思うんですけど、いいの、言うのはいいんですけど、あんまりこれはダメだ、これはもう全部ダメだ、全部ダメだって言ってるから、そんなことだから、投資、何千兆とあるおじいさんの金融資産は全然投資に向からないんだっていう話なんですよ。ね、って思ってます。で、かつ ETF なんかやっぱり買うの難しいと思うんで、急に上がったり急に下がったりしたらどうするんですかって話ですよ。で、ましてなんかそんなの読んだらダブルインバースを買うべきだみたいなのを言ってる奴がいて、そんなの一番ダメじゃねえかと思って、2倍の動きをするとかっていうのは高リスク商品ですからね。そんなもんちょっと初心者に買わせるわけには当然いかないので。ということでね。ただやっぱりまあその ETF の内容を理解してできるぐらいまでやっぱり日本人のその金融というか投資に対するこうリテラシーを上げたいというかね、その辺の投資知識をなんとか増やこう植え付けていかなければいけないなという思いは伝わってくるので、それは確かにその通りだと思うので、金融教育なりなんなりっていうのはやっていかなければいけないなと思うので、まあこの動画もその一環と思っていただければいいなと思うんですが、まあそんなことでまあ何が言いたいかというと、ファンドラップはイマイチだなと私でも思ってると。で、じゃあ普通のミューチャルファンドについてどう思ってるかっていうところだけちょっとだけ話しますけど、ミューチャルファンドは確かにコスト高いんですよ。で、まあ、何買ったって上がるときは上がるし、下がるときは下がるっていうのは確かにその通りだと思うんで。でもやっぱりテーマ別ファンドって面白いなって思ってますよ。で、買うか買わないかはまた別として、最近ね、GPIF が、まあ、SEG 投資、いわゆる、まあ、そのサステナビリティが高いとか、ガバナンスに、をしっかりしている会社に投資をするっていう話があったと思うんですけど、方向性としてね。で、そのちょっと前に、まあ、この動画のシリーズでも紹介した SEG 投資の、あれ何でしたっけ、みずほかなんかかなの、商品を紹介したと思うんですね。アジアパシフィック、なんちゃら、アジアパシフィックなんちゃらカントリーズみたいな、ファンドだったと思うんですけど、アジア、シュローダーが運用してるやつですね。アジアパシフィックエクセレントカンパニーズ。これが、まあまさに SEG 投資に、力を入れるよと。まあ SEG 投資自体は、まあ数年前から言われてるところだったんですが、まあ年金の、もうついに動き出したっていうところで、かなり注目度は上がってくるような話だと思うんですね。特にその、去年、コーポレートガバナンス行動とか、そういったところが触れてかれている中で、ガバナンスに力を入れるとかね、そういった企業に投資をする、目を向けさせようということでね、
で、まあ、テーマ別ファンドってのは、だからその、今どういうのが流行ってるとかっていうのを、こう、ある種こう具現化したようなものだったりするわけですよね。そういった意味合いで、まあ、投資の一つの資料として見ていただくっていうことも結構重要かなと。で、販売してるからこそ、じゃあ買わなくてもいいじゃないかっていうことでもあるんですけど、販売してるからこそ、その運用報告書には、ない、な、あの、中身の銘柄全部掲載するわけですよ。全部載せるわけじゃないですか。人に売るものだからこそね。どういう、組入れ比率になってるかって全部出すわけですよ。6ヶ月に1回は。どの銘柄何パーセント入ってるっていうのね。で、例えば、まあ、SEG 投資のインデックスもありますよ。S&P トピックス500？あ、違う、150。150ESG っていうタイトルかな。だったと思います。っていうインデックスがありますけど、多分ネット上では上位10銘柄ぐらいの情報しか手に入れられないと思うんですね。だから投資信託、そのミューチュアルファンド特にその果たす役割っていうのは、こういうテーマのファンドにはこういう銘柄があって、合ってるんだよって、こういう銘柄がこれにこのテーマに該当するんだよっていうところを指し示す意味でも結構重要かなと思ってます。です。じゃあ買わなくてもいいじゃないっていうことになると、一個人が考えるんだったら買わなくてもいいかもしれないですけど、それは販売するファンドじゃないと全部の資料は出てこないから、必要なんだなと思ってます。っていうことでね。ちょっと話長くなりましたね、今日は。だいぶ長くなってしまいましたが。まあ、ご質問、ご要望、ご依頼。あと、普通に、まあ、投資相談をしていただいても結構です。初回は基本的には無料で、やっておりますので。というところで、まあ、今までの話も含めて、まあ、こういう、考えでやっておりますので、私ので、この動画に関しては基本的に、まあ、買ってくれとか、これはもう買うべきじゃないとかっていうことよりも、こういう商品なんだよっていうことと、それにプラスして、まあ、テーマ別ファンドとかだったら、あ、こういう、銘柄がね、それこそそのフィンテックの話だったら、こういう銘柄ありますよとか、こういうテーマがあるんですよとか、まあ、時代はこういう流れになってますよとかっていうところも含めて話をするので、まあ、投資信託買う、買わないもう一つそうなんですけど、投資の参考、投資全体の参考にしていただけるような話になるかなと思いますね。ということでした。ちょっと時間長くなりましたが、ご覧いただきまして、ありがとうございました。投資信託第24回、これで終わります。